vision that the book would not be destroyed as I had planned. I continued falling into that starry expanse of which I had only a fleeting glimpse. I've tried to speculate where it might have landed, but I must admit that such conjecture is futile. Still, questions about whose hands might one day hold my missbook are unsettling to me. I know my apprehensions might never be allayed, and so I close, realizing that perhaps the ending has not yet been written. お前は誰なんだ？どうか助けて。赤いページを一枚。お前が見えない。お前が見えない。聞こえてるのか？
戻ってこないかと思った。青い天使で助けて。
本棚に行き、棚の真ん中のあたりだ。棚の右端にほとんど焼けているが、少しだけ焼け残った本がある。これにはパターンが詰まった。158ページのパターンだが、それを暖炉の中のパネルに打ち付けろ。そうすれば、この青いページが手に入る。そんな赤いページはダメだ。それを早く取って、僕に持ってきた。緑の本には手を出すな。その本に触ると罠にはまってしまうぞ。誘惑に乗るな。死んでしまうぞ。同じように囚われるぞ。言う通りにしたら絶対裏にはしない。約束しよう。だから早く行け。行くんだ。君は誰だ？ここには来るんじゃない。君に聞きたいことが山ほどある。君も私に聞きたいことがあるだろう。ああ、どこから話そうか。
それを私にくれ。はあ、君は間違っていない。子供たちが私を騙した、分かっている。すぐに戻る。ついにやった。君に聞きたいことがいっぱいある。だけどもう時間がない。ずいぶん手間取ってしまったせいで、私の妻のキャサリンが人質に取られている世界で取り返しのつかない出来事が起きてしまったのではないだろうか。